WWS をご覧の皆様、レイです。そうですね、このアルバムは、こう、ソロとして、音楽と、こう、向き合う中で感じた、ただ歌いたいという気持ちを、タイトルにも込めさせていただいたんですけど、全12曲入りで、ほんと1曲1曲、様々なジャンルの音楽を、この、1枚のアルバムを通して楽しんでいただけるアルバムになってると思いますし、皆さんの声を、こう、聞いて、こう、取り入れた、今回カバーアルバムだったりも、付けさせていただいているので盛りだくさんになってるかなと思います。テーマもう本当に自分の好きなものを、好きな曲たちを、こう今までストックしてたような曲たちをこう集めたような楽曲ですね。あとはまあコラボレーションだったりとかもこのまあ1年でたくさんさせていただいているので、なんかそういった曲たちがいいアクセントになっているかなと思います。苦労した点、そうですね、でも本当楽しみながらこうじっくり時間をかけて作らせていただいたので、まあ、苦労した点といえばすごいやっぱ難しい曲が多かったかなっていう印象ではあるんですけど、こう結構メロディーだったりがトリッキーな楽曲が多かったりだとかもするので、それはもう皆さんのこの聞き応えにつながっていくのかなって思いながら、すごい楽しみながらレコーディングはしましたね。そうですね、やっぱこうファーストアルバムということで、まあ私その当時は27歳だったんですけど、本当その27歳、まあリリースするときは28歳か。28歳のその、まあ年相応のなんか女性らしさだったりだとか、なんかそういうものをこうアートワークで表現できたらいいなとは思って、今回白黒に、モノクロにさせていただいたりだとか、結構表情だったりとかも、なんだろうな、すごい、なんか今のありのままの自分を表現できたのかなとは思います。やっぱり今までこう e-girls だったりフラワーの活動を応援してくださっていたファンの皆さんにはもちろんですけど、まあ新たにねこう最近私のことを知った方々にもすごい楽しんでいただけると思いますし、あとはこうリリース時期が春ということなので、まあこの新生活だったりだとか新たな一歩をこう踏み出そうとしている方々にこう寄り添えるようなアルバムに、なればいいなとは思っております。おすすめはまあ、1曲目に入れさせていただいた宝石フューチャリング生田リラっていう、生田リラちゃんとコラボレーションさせていただいた楽曲もすごく大好きで、いつも自分自身も背中を押していただいている楽曲なんですけど、まあ、それとダークヒーローっていう今回アルバムのためだけに作った楽曲があって、その曲がものすごく自分の中でこう主曲なので聴いてほしいなって思います。すごい、まあ、陽な部分と陰の部分が、こう、いいバランスで表現されていたりだとか、すごくキャッチーなメロディーで、懐かしさもあったりだとか、すごくかっこいいトラックにもなってるので、おすすめです。今年はそうだなぁ、どうあ、でも、まあ、海外旅行とかは、もうここ2年くらいか行けていないので、まあ、当たり前なんですけど、まあ、行けるタイミングがあるのであれば行きたいなって思いますし、やっぱこう、自分が知らない場所に行って、すごい、なんだろう、受ける影響っていうのはものすごい、やっぱ、大事なことだとも思いますし、自分の人生にとってすごい重要なことだとも思っているので、まあ、新たな場所にこう、足を踏み入れて新たな景色っていうものは見に行きたいなとは思ってますね。まあ、それが日本全国どこでもいいんですけど、はい、海外であればロンドンとかパリとか、まあ、ヨーロッパに行ったことがないので、いつもこうアメリカにね遊びに行ったりだとか旅行に行ってたので、まあ、ヨーロッパには一度は行ってみたいなとも思いますし、日本だったらやっぱそうですね、九州がすごく好きなので、まあ、自分の故郷だっていうこともあるんですけど、まあ、九州には帰りたいなと思います。今回は初めてのファーストアルバムをリリースさせていただきました。このアルバムを通して自分の自己紹介代わりになればいいななんて思っております。ほんと12曲さまざまなね楽しみ方ができると思いますし、まあ、これから の, 新しい新生活の中で皆さんのそうですね、生活に寄り添えるようなアルバムになればいいなと思っております。ライブ DVD なんかもついているので、ぜひぜひ堪能してください。よろしくお願いします。